道奉行は、江戸幕府や諸藩における職名の一つ。五街道を司る道中奉行とは異なる。役ぶちは六十人ぶちで、江戸府内の道路、水道を司り、若年寄りの支配を受けた。江戸城中の石地は、筒地の間、敷居の外であった。おまみ以上、ふ以上。定員は、 当初2名、後に4名となり、再設置後は再び2名となる。創設は、万事2年で4名が任命された。同年11月には、不審奉行と共に、近郊の村宅地下の管理を命じられる。この時は、新版と大版からの出役であった。元禄6年には、それまで町奉行の管轄であった玉川上水、神田上水を支配。それに伴って、 新規に同心が付属し、浄水奉行とも呼ばれるようになった。昭徳2年には、よりきに期、同心10人が配属されていた。同心には、霧舞30票二人ぶちが支給され、目白台に、組屋敷があった。教法5年8月に廃止されたが、10月に再び2名が、任命された。再設置後は、両番からの出役となり、就任年数も2年が原則となる。 原文4年には、浄水管理の駅務を町奉行に変換。明和5年には再度廃止され、道奉行が司さっていた駅務は不審奉行の所管となり、江戸の水道は不審奉行の支配となった。ABCDEFGHI、理長より、江戸時代奉行職時点。理長、劉英文に,により、工場年録や完成重修所家布などでは、寛永5年。 江戸の町役人、吉原健一郎著、吉川博文館、江戸幕府大辞典、大石間部長吉川博文館、同部行、御家人文言長より、ありがとうございます。